木村哲也は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属する、調教師、神奈川県出身、2000年に、JRA 競馬学校休務員課程に入学、同年、美穂・佐藤進女級者の休務員となる。以降、高橋博厩休者の調教助手、勢い、塚和弘厩休者の調教助手と休務員、中川金成休者の調教助手を経て、 2010年12月に調教師試験に合格した。2011年6月に秋山正一調教師の優待に伴い旧社を開業。同年8月13日の新潟8レースでレッドプラネットが一着となり JRA 初勝利を挙げた。2015年3月のフラワーカップをアルビアーノで制し、重賞初制覇を飾った。 同年に飛躍的に成績を伸ばし前年の倍以上となる31勝を挙げると、翌2016年は37勝を挙げ、全国リーディングで9位に入った。2018年のマイルチャンピオンシップをステルビオで制し、開業以来通算16度目の挑戦で、待望の GI 初制覇を果たし、ノーザンファーム代表の吉田克から兼領室前で、 祝福を受けて一目もはばからず号泣した。同年は自己最多の48勝を記録し、JRA 賞最高勝率調教師、JRA 賞優秀技術調教師をダブル受賞した。2021年、自給者所属の大塚海渡りに暴言、暴行等のパワーハラスメントを働いたとして提訴された。2月19日に書類送検され、6月30日に 土浦区検察庁により略式起訴された。7月12日付で土浦簡易裁判所は木村に罰金10万円の略式命令を下した。JRA は7月28日、本回の調教師として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規定第148条第4項により2021年7月29日から、 最低委員会の議定があるまで、木村を、調教停止処分とした。これに伴い、木村旧社の管理場67頭は、同月29日付で馬房の臨時貸し付を受けた、岩戸工事旧社に、天運やした。その後、同年8月18日に行われた第2回、最低委員会で、日本中央競馬会競馬施行規定第147条、 第20号に該当するとして2021年7月29日から10月31日までの調教停止処分が決定した。管理場はノーザンファーム関係場の割合が高く、外馬屋であるノーザンファーム店への関係者とは頻繁に連絡を取り合って調整を行っている。外国人騎手を多く起用することで知られ、クリストフルメール騎種をはじめ短期免許で来日した。 ウィリアム・ビュイックやフランク・ブロンデルラの身元引き受調教師にも勝って出ている。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。ありがとうございます。